第2節管轄普通裁判席による管轄第4条訴えは被告の普通裁判席の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。第2項人の普通裁判席は住所により、日本国内に住所がないとき、または住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき、または居所が知れないときは最後の住所により定まる。第3項大使、公使、その他外国にあってその国の裁判権からの免除を共有する日本人が、前項の規定により普通裁判席を有しないときは、その者の普通裁判席は最高裁判所規則で定める地にあるものとする。第4項法人その他の社団または財団の普通裁判席は、その主たる事務所または営業所により、事務所または営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。第5項外国の社団または財団の普通裁判席は、前項の規定にかかわらず日本における主たる事務所または営業所により、日本国内に事務所または営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。第6項国の普通裁判席は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。財産権上の訴え等についての管轄第5条次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。1財産権上の訴え義務履行地。2手形または小切手による金銭の支払いの請求を目的とする訴え手形または小切手の支払い地。3船員に対する財産権上の訴え船舶の船籍の所在地。4日本国内に住所括弧法人にあっては事務所または営業所以下この号において同じ括弧閉じがないものまたは住所が知れないものに対する財産権上の訴え請求もしくはその担保の目的または差し押さえることができる被告の財産の所在地。5事務所または営業所を有する者に対する訴えでその事務所または営業所における業務に関するもの当該事務所または営業所の所在地。6船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶または航海に関する訴え船舶の船籍の所在地。7船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え船舶の所在地。8会社その他の社団または財団に関する訴えで次に掲げるもの社団または財団の普通裁判席の所在地。い会社その他の社団からの社員もしくは社員であった者に対する訴え社員からの社員もしくは社員であった者に対する訴えまたは社員であった者からの社員に対する訴えで社員としての資格に基づくもの。ろ社団または財団からの役員または
役員であった者に対する訴えで、役員としての資格に基づくもの。は、会社からの発起人もしくは発起人であった者、または検査役もしくは検査役であった者に対する訴えで、発起人または検査役としての資格に基づくもの。2、会社その他の社団の債権者からの社員または社員であった者に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの。9、不法行為に関する訴え、不法行為があった地。10、船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え、損害を受けた船舶が最初に到達した地。11、海難救助に関する訴え、海難救助があった地または救助された船舶が最初に到達した地。12、不動産に関する訴え、不動産の所在地。13、登記または登録に関する訴え、登記または登録をすべき地。14、相続権もしくは遺留分に関する訴え、または遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え、相続開始の時における被相続人の普通裁判席の所在地。15、相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで、前号に掲げる訴えに該当しないもの、同号に定める地。特許権等に関する訴え等の管轄。第6条、特許権、実用新案権、回路配置利用権またはプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え、以下特許権等に関する訴えという括弧閉じについて、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えはそれぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。1、東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所または札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所、東京地方裁判所。2、大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所または高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所、大阪地方裁判所。第2項、特許権等に関する訴えについて、前2条の規定により全項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にもその訴えを提起することができる。第3項、第1項第2号に定める裁判所が第1審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし第20条の2第1項の規定により移送された訴訟にかかる訴えについての終局判決に対する控訴についてはこの限りでない。移送権等に関する訴えの管轄。第6条の2、移送権、商標権、著作者の権利、プログラムの著作物についての著作者の権利を除く、出版権、著作隣接権、もしくは育成者権に関する訴え。
または不正競争括弧不正競争防止法括弧平成5年法律第47号括弧閉じ第2条第1項に規定する不正競争を言う括弧閉じによる営業上の利益の侵害に係る訴えについて第4条または第5条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合にはそれぞれ当該各号に定める裁判所にもその訴えを提起することができる1前条第1項第1号に掲げる裁判所括弧東京地方裁判所を除く括弧閉じ東京地方裁判所2前条第1項第2号に掲げる裁判所括弧大阪地方裁判所を除く括弧閉じ大阪地方裁判所併合請求における管轄第7条いつの訴えで数個の請求をする場合には第4条から前条まで括弧第6条第3項を除く括弧閉じの規定によりいつの請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができるただし数人からのまたは数人に対する訴えについては第38条前段に定める場合に限る訴訟の目的の科学の算定第8条裁判所法括弧昭和22年法律第59号括弧閉じの規定により管轄が訴訟の目的の科学により定まるときはその科学は訴えで主張する利益によって算定する第2項前項の科学を算定することができないときまたは極めて困難であるときはその価格は140万円を超えるものとみなす併合請求の場合の価格の算定第9条いつの訴えで数個の請求をする場合にはその価格を合算したものを訴訟の目的の価格とするただしその訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求についてはこの限りでない第2項過日損害賠償違約金または費用の請求が訴訟の付帯の目的であるときはその価格は訴訟の目的の価格に参入しない